まあ、これに関しては結構昔からなんだけどさ、まあ自分はね、この、まあニコニコ動画だったら全部一緒くたにしとるんだけど、YouTube では他のチャンネルで、アドベンチャーゲームの、ゲーム実況をやっとるんですよ。まあもともとアドベンチャーゲームっていうのがすごい好きで、やっとったっていうのもあって、でね、ある日突然ね、これはね、甘神っていうゲームがね、昔発売した時の話なんだけどさ、その甘神っていう作品は、まあもちろん恋愛シミュレーションゲームとして、主人公とヒロインが、まあね、いろいろ関係を深めて、クリスマスに、結ばれてっていうね、ゴールするみたいな感じの過程を描いた作品なんだけど、その中で、今まではね、割と主人公ってのは基本的に声入ってないのよ。やっぱ主人公がイコールプレイヤーみたいな立ち位置にしたいっていう制作の意図があったりとか、まあ、ものとしてはね、主人公っていうか、自分がね、プレイヤーが第三者目線で、その作品を楽しんでもらいたいっていう場合もあるから、主人公の声が入っとったりとか、顔が出たりとか、そういうのいろいろがあるんだけど、で、その一応顔は出とるのよ。甘神っていう作品は主人公はね。けど声が当時は入ってなくって、まあアニメ化とかした時に声は入ったんだけどさ。でね、ふと思った時に、その主人公 CV 俺っていうのをやってみようと思ったわけですよ。まあ爆裂に恥ずかしいよ。とてつもなく恥ずかしいのよ。暗い部屋の中、ね。テレビ画面に向かって主人公のセリフをね、ただ単にそのゲーム実況とかああいうのみたいに読むんじゃなくて、ね、音読するんじゃなくて、自分が主人公になりきって演じて、ね、セリフを言うわけよ。ね。そうすると何が起こったかっていうと、感情移入の度合いがえげつねえのよ。まさに自分が主人公の気持ちになって、そのテレビ画面の中におるね、ヒロインと会話するわけだから、ね、何気ない会話ですら、実際そのヒロインと喋っとるように感じれるわけよ。めちゃくちゃ面白くて。まあもちろんね、誰かに聞かれとったらスーパー恥ずかしいし、まあそもそもアドベンチャーゲームっていうものは一人で黙々とやるもんだから、ね、誰かにね、見せるものではないから、ね、だからこそ、まあ俺みたいにこうやって実況動画出しとる人間は置いといて、自分がプレイヤーとしてやる場合は、ぜひね、その主人公 CV 自分っていうのをやってほしいわけよ。めちゃくちゃ面白いのよ。まあその甘神って作品はね、主人公 CV、まあ自分で、まあ別に普通の恋愛ゲーム、全年齢対象というか、ね、エッチなシーンはないね、ゲームだったからあれだったんやけど、まあもちろんエッチなゲームもやるわけさ。さすがにエッチシーンで声出す勇気は俺にはまだないけど。普通の会話の掛け合いのシーンとかさ、ね、出会いとか、ね、すれ違いとか、そういうね、物語の中で、自分が主人公の声を、マジガチガチの、もう本当に本意気で当ててくとさ、やっぱね、エッチシーンがえぐいのよ。何がって。エッチシーンがやばいのよ。マジでそのヒロインとの、今までそのね、培ってきた、その関係性ってのがあるから、体にね、無言でテキスト読んどるだけでも、ね、その画面の先でヒロインがあえいどるだけでも、むちゃくちゃもうね、興奮するのよ。ね。なんかね、いろんなことをやっとって、まあ実際ね、リアルでもそういうことやったりとかしていろいろ思ったけど、じゃあ一番エッチなプレイってなんだろうって、ね。問われたら、俺は感情が乗ったものっていう。答えるのさ。なんかそのさ、ね、なんかシチュエーションでさ、やれ目隠しだとか、なんかそういうね、シチュエーションうんぬん、道具を使ったりとか目隠しだとか、そういう体位だとかさ、いろんなことがあるけど、ね、アブノーマルなものだったり、それこそエロゲだったら触手だったりとかさ、ね、なんかちょっと寝取られだったりとかさ、ね、痴漢だったりとかいろんなものがあるわけだけど、けど一番何がエロいかって言ったら、感情が乗っとる。作品に感情移入する、没入感が半端ない、ね、作品なわけよ。没入感が半端ないだけで、ただ単に普通のね、もうチンコ入れてるだけのセックスでも、シャレにならんくらいエロいわけよ。それを知ってさ、なんかね、やっぱ主人公 CV 俺っていうのが、
何も問題が、その垣根が越えたというかさ、新たな世界がね見れてさ、うん、黙々とやるっていうことがなかなか難しく逆になってきたっていうね、うん、そういうのがあるわけよ。でそれこそ今でさ、その VR、うん、今までこの VR っていうのがもう一般的になっとるコンテンツで、それに対して先んじとるのがやっぱ AV なんですよね。 VR AV っていうのがあってね、その中にね、その VR のゴーグルをつけて、あれってすごいのよ。マジで、そのね、ヒロインが目の前におるみたいなことに、ね、その AV 女優かが目の前におって、実際その部屋におったりとか、ね、音と視界が、ね、その、制御というか、制圧されたら、もう没入感がさらに半端ないけど。そして最近の AV って、自分が、セリフを言う、その、映画で言う字幕みたいな、映画の字幕みたいなのが実際流れてくるわけよ。例えば、ね、寝取られ物でね、奥さんがさ、〇〇くんのここ大きくなってるね、つって。ね、そしたら、ね、字幕が出てきて、いや、そんなことないですよ、みたいな感じで、言えるのよ。それを口に出して言うと、ね、実際自分が男優になった気持ちで、男優というか、その作品の中では義理の息子だったりとか、ね、弟だったりとかするわけだから、ね、それでものすごい感情移入がやばいわけよ。うん。そういうのがもう目の前に来とるわけさ。我々の時代には。だからね、ものすごく、それをね、参考にしてほしいというか、実際やってほしい。うん。周りに気をつけながら、うん。壁の薄い家だったりとか、家族と同居してる人は大変だから、ね、気をつけてほしいんだけど、一人暮らしの防音が完備しとるさ、そういうね、家ってのは最近多いですから、ね、そういう場合は、ぜひね、そういうのをやってほしい。めっちゃくちゃ面白いから。うん。もう半端ないぐらい面白いから。まあ、もちろんそれによってね、もたらされる悪影響ってのも出てくるんだけど、これはまた別のとこで話そうかなと思っとるんで、ぜひそっちの方の動画を見てほしかったりするわけだけど、いやー本当にね、うん、やっぱ主人公ね、主人公 CV 自分みたいなのってね、めちゃくちゃ面白いです。はい。だから割とね、なんだろう、別にそこら辺気にしないよっていう人は、例えばね、アドベンチャーゲームやるにしても、まあ自分のね、そういう実況動画とか見るのも OK だし、いや、主人公を自分でやりたいんだっていう人がおったら、まあ自分でプレイしてもらったりっていうのもあったりするわけだけどさ。いや、本当にね、世界が変わるよ。マジで。なんだろうな、初めて自転車に乗れた時とか、ね、初めて車に乗れた時のあの世界の広がり方が、例えればそういうね、世界になってくると思う。自分の世界がね、拡張される感じがすごいよ。うん。ぜひね、気になる方は試してみていただけたらなと思います。はい、以上。